会場の皆様、お待たせいたしました。見事福島ユナイテッド2対0で下しましたグルージャー盛岡、まずは勝利に大きな拍手をお願いいたします。それでは監督にインタビューです。鳴尾直樹監督です。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。いや本当にまずは前半の天王山大きな一番でした。率直な今の気持ちを。そうですね、本当に結構出てよかったなとホッとしているところです。正直ホッとしているというところなんですね。さあ試合前ですが、どんな風に入っていこうかなと考えていました。そうですね、立ち上がり強いチームなので、しっかりそこで主導権を取ると、そしてゲーム全体を通じて先手を取り続けるというようなことで臨みました。先制点を取って2対0という形で前半を折り返しました。高台選手もやってくれましたね。そうですね、本当に惜しいシーンはたくさん作れていたんですけども、ようやく結果が出て爆発の予感を感じさせてくれます。ただまだこれからでもありますよね。いかがでしょう。そうですね、ただここで勝ったっていうのは本当にいろんな意味で自信につながると思いますので、今日の戦いをベースにこれからもっともっと積み上げていきたいなと思います。本当に声を枯れているという様子を見ると、本当にその必死さが伝わってきましたが、本当にお疲れ様でした。ではサポーターの皆さんに一言お願いいたします。今日は皆さんお忙しいところを観戦に来ていただき本当にありがとうございました。今日の一戦はですね、私たち勝てば JFL に昇格できるというような緊張感、プレッシャーを感じながら戦いました。その中でこういったゲームができ勝つことができて、必ず次につながると信じてます。今日のような試合を続けながら JFL 昇格して、皆さんと共に喜び合えるようにこれからも頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。鳴尾直樹監督でした。そして皆さん、今日のヒーローです。見事2ゴール佐藤光大選手です。この大きな一番で大きな仕事をしてくれましたね。いかがでしょう。はい、今日の試合は絶対点取らなくてやると思ったので、近いな。点取れてよかったです。どんな気持ちで挑みましたか。声、晴れ声、勝つっていうことしか考えてなかったです。自分のボール振り返ってみていかがですか。全然聞こえてたね。まあ、運が良かったというだけですね。マイクで意味ないやん。これからもゴールを奪い続けてほしいんですが、この後半戦に向けて、この後に向けてさらなる意気込みをお願いいたします。はい、まだまだリーグ戦始まったばっかなんで、一戦一戦大事に戦っていきたいと思います。サポーターの皆さんにお願いします。今日は暑い中応援していただいて本当にありがとうございます。次も手伝いますので応援してください。ありがとうございました。本日見事2ゴール佐藤光大選手に大きな拍手をお願いいたします。先ほどハーフタイムでも話しましたが、この後1内では講座といたしまして、サッカーをやりたい子どもたちなど芝でサッカーを楽しむことができるということです。まだ間に合うということなので、ぜひともピッチの方にですね、サッカーをやりに遊びに来てほしいと思います。ということで今日は2対0、大きな大きなホームでの福島ユナイテッドの1番、2対0で見事グルージャーが勝ちました。これも皆さんの声援のおかげだと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。